こんにちは。今回は土俵主演の年上女性に恋するドラマ一覧についてお話しします。韓国の俳優イ・ドヒョンが主演するドラマは多彩なジャンルで視聴者を引き込んでいます。以下に彼が年上の女性に恋するドラマを中心にまとめました。1.18 Again 2020。概要イ・ドヒョンが主演したこのドラマでは、彼が演じる子ウヨンが高校時代のいじめを受けた女性ペクスンユイム・スジョンとの愛を描いています。数学を通して絆を深めていくストーリーが特徴で、感動的なラブストーリーが展開されます。2. メランコリア2021。概要イ・ドヒョンとイム・スジョンが主演するこのドラマは、数学教師と数学天才の関係を軸にしたラブコメディです。数学の謎や恋愛模様が織りなす作品で、視聴者を笑いと感動の世界に誘います。 3. ザ・グローリー輝かしき復讐2022。概要イ・ドヒョンがネットフリックスの作品で主演したザ・グローリーは、復讐とヒューマンドラマが絡み合ったサスペンス作品です。イ・ドヒョンが演じる悪役イム・チョンとソン・ヘギョが演じる復讐を果たす女性のストーリーが展開されます。これらの作品はイ・ドヒョンの幅広い演技力と魅力を堪能できるものばかりです。ロマンチックなエピソードやサスペンスフルな展開、感動的なストーリーが揃っています。どの作品も視聴者に深い感動と共感を与えることでしょう。彼が演じるキャラクターの成長や愛の模様に注目して、ぜひ楽しんでみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。